クリップスの中村と申します。本日ご紹介するのはイーグルシャフトというボートシーバスのロッドを紹介させていただきます。はい、今回ですねスピニングとベイトの1機種ずつを発表を予定しております。でこちらの竿なんですけど、ボートシーバスのロッドの中ではエントリーモデルには当たります。で価格設定としては2万円を切ってくるレベルの非常に求めやすい価格なんですけど、ブランクスは非常に性能が高いものを使っておりますので、竿の性能が良くて安い、コストパフォーマンスの良い商品となっております。でどちらもコンセプトは近いんですけど、ボートシーバスに求められる7センチ、9センチの、小さめのプラグから13センチぐらいまでのプラグにしっかり対応するのと、あとは1オンス程度の、鉄板バイブにもしっかり対応してくるということで、1本で幅広く対応できるバーサタイルなロッドになっております。今年の春過ぎぐらいに、発売できるかなという予定で今開発しておりますので、はい、ぜひ発売の際は手に取っていただければ幸いでございます。はい、よろしくお願いいたします。スタンガイドの SIC という形で、はい、トルザイトとかは使わずにやっぱり価格を落とすということで、はい、感度よりもコストの方を取っております。まあ、非常に頑丈さっていうのもあるので、エントリーユーザーには、こちらの方が使いやすいのかなと思って選択しております。あ、で2ピース仕様なんですね。そうですね、ボートシーバスロッドっていうと結構アクションを重要視して1ピースのロッドもあるとは思うんですけど、持ち運びもそうですし、送料、あとは車の中でコンパクトに収納できる、もちろんご家庭でもしっかり邪魔にならないようにということで、あえての2ピースにしております。あとボートシーバスだと入れ食いモードに入ると、はい、もうバンバカバンバカ抜き上げなきゃいけない状況なんて出てくると思うんですけども、はいはい、まあ言いづらいと思うんですけど、何センチぐらいまでボコボコに抜き上げられるような仕様かな。ね、はい、40センチクラスはもう間違いなく、50センチクラスもしっかり、ごぼう抜きはできると思います。ただ60センチを超えてくるとかかり方によってはフックが、伸びてしまったりありますので、まあ大体50センチ台というところを基準にして抜いていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、羽田のディーカストロとかもそうなんですけど、はい、非常に飛距離が必要となるところもあるので、やっぱり今までだと6フィートとか5フィート後半とかっていうのがあったんですけど、ちょっと初心者でも飛距離出しやすいように7フィートっていうところで今設定してます。羽田で使えそうですか、羽田の鬼。俺は羽田じゃないからさ。からどこなんだよお前。誠丸だ。誠丸の鬼。やっぱりランカー便とかでも使えるように、ルドラ130とか、はい、あそこら辺のど真ん中の大型ミノっていうのをしっかり振り切れるパワーっていうのと、ランカー便乗ってると分かると思いますけど、オープンエリアの潮目打ちってそれこそ飛距離が重要なんですよ。はい、飛距離で広範囲をずっと叩いて回る釣りになるので、まあ、短い竿よりも長い竿の方が初心者の方でもしっかり飛距離が出しやすいっていうところがあります。まさにそのランカー便っていうところに、まあ、やってみたいってお客さん向けですね。まあ、もちろんビッグベイトとかっていうのはちょっと厳しいですけど、はい、非常にコンパクトにまとまるっていうのも、で何よりやっぱりエントリーっていう位置づけなので、まあ扱いやすいっていうところで素直なテンパーにしてあります。やっぱりエントリーのユーザーさんっておかっぱりやってるとかブラックバスやってて、タックルないから1本買おうかなって思った時に、やっぱバランスよく何でも使えるっていうのを目指した。だって1本買う時に2万円越してくると手軽ではないですけど、まあ、1本とりあえず買ってってところのエントリーとして、そこそこの性能と、まあ、マイルドに全体を広く浅くというような形で、ね、開発してます。どうですか、瀬戸さん。ありがとうございます。軽いよ。軽い、素晴らしい。ね、それカメラ回ってっからちょっと、いいこといいコメント出してるんで大丈夫。これでもやっぱコントロール言って。俺なんか扱い悪いから本当言うと本気のテストちょっとこれだと弱いんじゃないかなっていうところ。ああ、これ魚ついたルアーとかここにぶら下がっちゃったりするんで、まあ、本当怒られるんで、フットダブルフットぐらいの方が安心感はあるって感じ。やべ、引っかかっちゃったとか言って、こういうところぶら下がってる。気になる
結構バット持ちますね。しっかりしてますよね。ああ。僕はさすがレジットを作ってるだけあるので。はい。